いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルは誰でも簡単にすぐできるコンセプトでして、食パンのアレンジレシピを配信しています。今日はですね、こちらのポテトチップスを使った食パンのアレンジレシピをご紹介します。突然なんですけれども、皆さんお家でポテトチップスを食べて少し余った経験ってありませんかね。最近ですと小袋ですね、1食すべて食べきれるような包装のものが売ってるとは思うんですけれども、こういうね大きいサイズのものを買うこともあると思います。私はですね、こういうタイプのものをたまに買うんですけど、味に飽きてしまったりとか、そもそもすべて食べきれない、お腹がいっぱいになってしまって、少し残すなんてこと結構多いんですね。ですので私のようなこういう大きいタイプのものを買って、少し余らせてしまったという方向けに、食パンのアレンジレシピを考えましたので、参考にしていただけたらいいかなというふうに思います。レシピとしては非常にシンプルで、このポテトチップスとあとチーズの2種類だけ使った、非常にシンプルな設計となっております。どなたでも簡単に作れると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今回のレシピが美味しそうだなと思われた方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また過去の動画では時短のレシピだったりとか、少し時間に余裕がある時に作れるような食パンのアレンジレシピなど多数動画を配信しておりますので、そちらもぜひ確認してみてください。それでは早速食材の説明に入りたいと思います。今日はですね、まずこちらの食パンですね、1枚使用していきます。こちらと、チーズですね、だいたい 30g 程度使用します。こちらと、ポテトチップスですね、今日はカルビーの海苔塩を使うんですけど、何のポテトチップスでも大丈夫です。それでは早速作っていきたいと思います。まずはポテトチップスを食パンの上にかけていきたいと思います。この際に少し砕いて乗せてください。そうしましたらこの上にチーズをかけていきたいと思います。それではですね、早速トースターで焼いていきたいと思います。焼き上がりましたので取り出していきます。このぐらいですね、チーズに焼き目がつけば完成です。いかがだったでしょうか。誰でも簡単にすぐ作れますので、ぜひお試しになってください。ではまた。